これマイク上がってんすよね。怖えよ。うんけー。おう、もう始まった。そうだね、はい、もうなんかエイサーの音が聞こえますね、こっちからも。いやー、うんけーになって、うん、やっと3人が、うん、もちろんキャプテンも、うん、今日いますが、はい、サンチェスさんが喋ってないっていうのは皆さんお気づきでしょうか。はい、緊張しております。全然わかんねえぞ。緊張してるね。初ミキサーでございますよ。だからよ、ツイキャスとかユーストリーム映ってますけど、あれもう一人いる。何もう一人いるって。サンチェスさんの腕のあたりに。あ、お腹ね。これあれでしょ、クッキーでしょ。心霊現象だよ、ね、これ怖い。まあ運慶だからね、先祖が戻ってきてるね。だからね、うん、入ってきてるからね。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。あのね、先週衝撃ですよ。そうね、先週衝撃のおっぱい会、おっぱい会聞かせていただきました。どうでしたか。いやー、こんなにも男性しかいないかね。コメント欄に。確かに言われてみて気づいたら女性いないんだね。いや、なんかみんななんか消えてったよね、うん、もうみんななんか、うんうん、なんだろう、もうコメントせずに聞く役に回りましたよね。はい、はい、徹しましたよね。なんかちゃんとおっぱいの持ち主にもっといろいろ話を聞きたかったわけ。あのね、持ち主おっぱいの仏壇、神壇を作ろうって言ってましたよね。あ、そう、意味が分からない。なんか後半本当に何なのあれ。何を詐欺るの。そう、おっぱいさ、誰のよ。この時代に生贄、このご時世に。多分金秀とかにあるんだよ、うん、そういう。あ、おっぱいのプリンとか、おっぱい下げるよって。下げる用のおっぱいね。あ、本当にね、なんかいろんな企業様にいかがですか、そうそうそう、とか言ってたけど。うん、特にトヨタさんね。トヨタってあれ、あのね、多分あのスローモーションでぶつかった時に、そのわかります？おっぱいが出てきて防ぐみたいな。はいはいはい、エアクション。テレビの CM 出せないからね。それいいね。いいわけないだろ。いや、あの発想単純で、いいねってあなたが言ったんだよ。そう、発想単純で、うん、あの車に乗ってないってことは誰もやらないんだよね、多分。うん、違う違う、俺が言ったのは、うん、車もおっぱいだわけ。はい。車もシートもハンドルも全部おっぱいだわけ。うん、運転しづらいわ。いや、しやすいんじゃない。いや、周りが気になるよ、周りが。じゃあ周りも全部おっぱいなんだよ。だってもうそれ乗ったら、うん、どこでカスタムするの、車カスタムってなったら。そのおっぱいの車をカスタムとかだって、もうみんながそれ流行ってみんな乗ったら、うん、多分見慣れて飽きると思いますよ、うん、おっぱい。飽きはしないでしょ。ちゃんとメンテナンスも森永乳業とかがやってくれるんだよ。そうなの。なんで牛乳がエンジンだ。それは何このなんか。いや、それで俺は一つ思ったのが、はいはい、やっぱり女性の意見が聞きたいなと思って。そうなんですよ。やっぱり男性が語るおっぱいって結構みんなね、うん、語りがちだけど、女性から見る男性の肉体とか、例えば胸筋とか、うん、これも人民に聞かなきゃダメですよ、やっぱり女性代表としてね。そうそうそう、うん、ちょっと聞いてみたいなと思って。人民はなんか理想のなんかあるんですか、その男性のこの体つきとか、こう、ね、でもやっぱりね、確かに胸筋はあった方が好きだね。胸筋、いや、これはね、男でも思いますね。やっぱ胸板あった方がね、そうそう、やっぱり見た目がやっぱりですよね。いい感じで盛り上がってるというか、でもムキムキすぎず、はいはい、程よく膨らんでいて、触ると柔らかいっていうか。柔らかい？なんていうのかな、皮が一枚、なんか肉が一枚覆いかぶさってるぐらいの柔らかさっていうの、なんていうのかな。肉が一枚。硬いんだけど表面は柔らかいっていう。ああ、もうそんなの男でいる？あ、でもいるいるいる。硬いみたいな。でもちょっと太ってプルンプルンしてるおっぱいもそんなイメージあるけど。それはまた違う。それはもうボヨンボヨンだから。ああ、そうなのね。そう、やっぱりね、見た目もいいけど抱き心地とか。抱き心地はちょっとね、やっぱり贅沢言うと、やっぱり本当に好みドンピシャの、うん、そういうスタイルの男性を見ると、うん、ちょっとね、胸がドタバタするよね、うん、リップ ドタバタリップ。はい、サンチェスさんドタバタしております。はい、これぐらいでいいのか。すごい、無事にオープニング迎えました。あっぶね、今ギリギリだったよ。そうよ、おめでとうとかじゃないけど、
もう2ヶ月経ってるの始まりだ、はい、いやでもね今日はサンチェスさんがミキサー初挑戦ということで、はい、はい、怖いよ俺は本当に、いやよろしくお願いします、お願いします、はい、さあドタバタリップ始まりました。この後9時までよろしくお願いします、お願いします。この番組は役者タレントをしているひとみんと妄想電波塔の高見とうるま市の変態仮面のサンチェスの3人でお送りするドタバタトークバラエティです。アンドフォローでキャプテンがいますよということで、はい、選手ありがとうございました。ありがとうございます。助かりました。番組では毎月一つのテーマを設け、1ヶ月にわたってじっくりトークしていきたいと思います。そうなの？はい。8月も終盤に差し掛かりましたね。うん、はい。メッセージテーマは夏の思い出です。夏の思い出。好きな人とデートで祭りに行った。ラジオ体操を一度も休んだことがない。うん、夏休みの宿題のやり方。夏にぴったりな怖い話。夏の思い出あるあるなどなど、夏の思い出にまつわるメッセージお待ちしています。普通のメッセージも待ってますよ。番組へのコメント感想はドタバタ797@gmail.com、全部小文字でドタバタ797@gmail.com です。たくさんのメッセージお待ちしています。またこの放送はツイキャス、ユーストリーム、サイマル放送、そして携帯の方ではリスンラジオでもお楽しみいただけます。詳しくは FM ギノワのホームページをご覧ください。この番組はスポンサー募集をしております。お願いします。ドタバタリップ今 CM か CM こっち CM これこれ押していいの、あの、もう押した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 、耳聞こえたよ、あ、もうキャプテンが押したんですね、今そうそう、今押しました。なるほどね、時間になったよ、今ピッと押せばいいってことね、そういうこと、あ、じゃあもう自動的に CM がこれはもう終わるってことで、で、あの、今の切り替えなんですけど、はい、こっちを先にこう準備しておいて、はい、音楽、BGM が流れてるんで上げて、はい、下げたらこれ BGM ですよね、はい、BGM はい、BGM を下げた瞬間にエンターを押したらもうすぐ流れるんで、はい、下げてエンター、はい、エンターを押したらパッと上げる感じです。 PC が BGM ですね。ちょっとオープニング長かったですか、はい、ちょっと長かったね。で、するとこんな感じで、うんうん、で、マイクはもう先に下げといた方がマイク下げ、はい、で、この後は次のジングルを先に準備しておけばタタッとタタッといけるわけ。エンタースペースね、はい、今スペース押したら流れるんですよね。はい、大丈夫です。ピッと押したら、はい、チームは、あ、そうだ、すぐ流れるので、はい、これ終わったらこのトーク BGM に変えると、トーク BGM に変えるように先にチェックしとけば、はい、スペース押してジングル流れます、はい、そのまんまジングルが終わった時にエンター押せばすぐ流れます。難しいな、やばい。じゃあひとみんさんの好みの方は高須クリニックの高須院長ってことで、高須院長なんすか、トミー。え、高須院長みたいなおっぱいが好きなの。何、高須院長って。高須院長、実は、あ、高須クリニックの高須院長、脂肪をやって分かる、筋肉みたいにしてるんです。聞いた聞いた。だから、あの、見た目はめっちゃムキムキなのに、だからもうプニュプニュ、柔らかい、ラスト。え、全部プニプニュ、全部プニプニュ、やだそれ、やだ。あ、待って、勝手に消えます。あ、勝手に消えるんだ。はい、もう試合も終わりますよ。あ、終わる、はい、じゃあ、どう終わったら、こっち押せばいいんです。はい、こっち、はい、もう入ってます。ドタ、あ、バタ、あ、リップ、あ、はい、FM ギノワンから生放送でお届けしておりますドタバタリップ、今月のテーマは夏の思い出です。はい、では早速コメントを拾っていきたいと思います、はい、ということで、メールいっぱい、メールじゃないな、コメントいっぱい来てますね。お、本当にありがとうございます。ありがとうます。パパパパ、そう、もう言っていいんですよ。いいんだよね。いいんだよ。はい、シュプリームさん、ヒーさん、ターさん、サーさん、こんばんはということで、だいぶ略されてるの。浜田老吾ですということでね、正吾ですね。浜田老吾です、いいね。ダメですね。
これ国庁さんかな、国に貼るで、これ多分中国語だと思うんだよな。違うのかな、国原でいいのかな。あ、長さんかな、もしかして。ね、俺もそう思ってるんですよ、ね、長さんじゃないかな。長さん、ありがとうございます、ね、ありがとうございます。ありがとうございます。ポッポー、大丈夫って来てるけど、はい、多分ちゃんとできてるよっていうことにはサンチェスさんが。あ、ちゃんとはできてないだろこれ。さっきね、カットアウトしてましたけど、なんか、はい、カットアウト、カットインの連続。シュートさん、ヒトミンさん、高見さん、サンチェスさん、キャプテンさん、こんばんは。こんばんは。ファンザン店機長さん、はい、ということでこんばんは。機長さんも今日ギャラリーからね。あとシュートさん、なんか舞台オーディション何か受かったらしいですね。へえー、ちょっと聞くところによる。なんだろう、それが正しい情報だったら。もしね、もう流していい、告知していいものだったらぜひね、うん、あのコメントも全然載せていていいですので、ね、ぜひぜひお願いします。はい。あ、野の中の銀のホタルさん、こんばんは。はじめまして。ひとみんさん、たかみんさん、サンチェスさん、右のおっぱいの先がかゆいです。どんなと、大変だ。あのね、ヘビーリスナーよ、野の中の銀のホタル。初めてじゃないよね。右のおっぱい用のさ、うん、孫の手があったらいいのにね。何それ、何それ、右よってこと。右の、あー、書けないから。書いてるわ。書けるわ。なあ、どんだけ関節ないわ。タイゴ 8.5 さん、はい、ヤッホー、サンチェスさんテンパってるってことで。まあ誰でも分かりますね。全然テンパってないし。マジで。いやいや、全然見てよ、流れたって言ってました。乗ってない音声。全然テンパ、テンパーではあるよ以上。そうね、テンパってはいるけど常に、うん、二度美味しいね。お前起きても寝てもテンパってはいるけど、うん、別に今このミキサーでテンパってるって状況ではない。いや、テンパっているけどって言ったけど、全然いるけどになってないっていう矛盾があります。全然テンパってないし。いやね、うん、もうあっという間に8月も終わりますが、はい、安室さんのね、また話とかで今盛り上がってますけどね。あ、そうね、そう、引退前日になんとそうライブをやるそうで、やる。もうこれ多分ね、ずっと前から決まってたと思うんですよ。そうだよね、なんかだけど多分前もってやったら、うん、やっぱりいろいろ沖縄が大変なことになるってなってて、うん、多分この時期にやったら沖縄の人がまあ行きやすいとか予約取りやすいかなっていう配慮があったと思うんですよね、うん、行く人、行く人、行きたい。9800円でしたっけね。わお。いや、フェスなんで、モンゴル800、平井堅、ビギンさんと安室奈美恵さんなんで、うん、で、4000人のキャパですよ。4000人だって、80万人でした、ドームツアーぐらいのツアーをやってた人が4000人って、うん、やばい。これはもう恐ろしいプレミアつきますよ。恐ろしいね、本当にすごいよね。本当にこれチケットも出てんの。いや、もう、もう、終わった。何でしたっけ、なんとかボード、マントカボードで、マントカボード、ビルボード、いや、なんかそのチケット販売のなんかあるんですよ、はいはい、なんだっけ、あ、はい、なんだっけ、はい、抽選か、抽選か、もうダメだじゃん。でしょうね。出そうぜ、とりあえず出すか、とりあえず。そうそう、いや、だからね、ぜひね、行きたいなと思うんですけどね。行きたいね。私、沖縄ライブは行ったよ。あ、行ったんだ。うん、この、何だっけ、はいはい、あ、去年ですか。その後に引退。あ、じゃあ去年の2ウィークの、うん、2ウィークじゃない、2日間、2ウィークやばいな。あれ、去年か、去年ですよ、去年か、去年ですよ、だって去年発表してるんで。その後に発表、あの、引退してますって発表したんで。早っ。そうですよ。安室ちゃんいくつだ、40歳、40、今年は41ですね。やばいな、すごいな、本当に。あんなにさ、ダンス踊って大きいステージで走ったりするのに全然息切れしないのってさ、うん、ね、まあ、だからあの、すごかった、うん、あれで終わりたいんですじゃないですか。その動ける自分で納得して終わりたいっていうね。あとお子さんも二十歳過ぎてますからね。すごいよね。すげえ。すごいですよ。なんか肺が3つぐらいあるんでしょ。そうなの、安室さんは。ありそうね。だからあんだけ走れるらしいよ。いやー、だってあんなに動いて全然声ぶれないっておかしいですよね、冷静に考えたらね。まあ、でも本当にさ、アクターズ時代からすごい長距離を歩いて通ってたっていう、ね、あ、そうなんだ、うん、そうそうそう、だから神奈さんが同級生らしいので。へえ、そうそう、なんか、うん、言ってた、言ってました、いろいろ。なんか、じゃあなんかファミコンの貸し借りとかあるのかな。あるか。ファミコンの裏にアムロって入ってたら超レアじゃん。めっちゃアムロまだ沖縄にいるさ、その時。ファミコンの時貸し借りやったじゃん。やってるかな。やってそうだけど、名前書かれてたらもう絶対バレるよね。ナミエって後ろに。はい、コメント、あの、シグナスさんからも来てますね。ありがとうございます。ポポ、うん、ギャラリーからありがとうございます。あ、ひふみさんが、あ、チケボだよ、だチケットボードだ、チケットボードで販売だ。チケボってなんかちょっとエロくない響き。大丈夫。全然大丈夫よ。大丈夫。全然大丈夫だよ。ごめん、どう教えて、どういう風にインスピレーション受けて今エロくなったの。下の毛がボーボーみたい なんかそっちチケボでしょ。今さらどうしたの。今さらどうしたの。今さらどうしたの。確認しようね。確認しよう。意味が分からん。サロ兄さん、こんばんは。高見誕生日おめでとうってことで、めっちゃ前ですね。高見誕生日だったんだ。そう、毎週言ってくれてる。いや、サンチェスさん誕生日。そうだよ、サンチェスさんおめでとう。先週レベル上がりました。いやー、レベルが上がった。レベル上がった。レベル何ですか。レベルは一応言えない。3分の1は以上過ぎてるね。
過ぎてる。分かりにくいね。34ぐらいってことね。違うわ。だから3分の1って言うから。そんな言いたくないんだよ、俺年齢なんて。なるほど、ね、年齢なんて関係ないだろ。年齢だろ、俺年。3分の1って。なんか嫌じゃない？例えば46になりましたって言われるよりも、うん、レベルが上がりました46にって言われた方がちょっとテンション上がる。言ってるやん。じゃあどっちにしろ言ってるじゃないですか。言いたくない。いや、どっちにしろ、ね、問題だよ。あ、だから分かりにくいな。94歳のおばあちゃんとかもプロだよ。プロ極めてるよ、うん、確かにね。初期の村に行ったらみんなバッタバッタだよ。そうだね。じゃあ倒しいだよ、もう。余裕だもん。裏技でしょ。だったらちょっと危ないけどね、うん、敵も裏技があるからね、うん、気をつけてよ。何の話これ。おっぱい。うるさい。終われない。今多分ミキサー落ち着いてるから喋ってますけど、後からまた曲流れてるなんやかんやで全然無理だからね。多分ね、そう。すごいな。でも、あ、なるほどね。はい、シュプリームさんからもさ、今更だけどサンチェスさん誕生日おめでとう。ありがとうございます。あ、そういえばシュプリームさんが先週言ってたんだけど、はい、ひとみんのおっぱいを想像してみようってしたわけ。あ、言ってましたね。これ完全に想像したけど大丈夫。やめて。これはもう一応、これはもう一応しょうがない。あの時間ちょっとびっくり、ちょっと冷や汗かいたんだけど。なんでよ。なんか変な空気流れてたよね。いやー、しなかったな。お家帰ってこういう形だろうなっていうのは書いたよ。ひとみんのおっぱいは多分こんなだろうなっていう。家に帰ってまで書いたんだ。家に帰ってマジで見たいですね。それね、持ってくる。見たいな。で、なんとなく一応ね、この3年間ぐらい一応毎日一緒にいる。毎日とか毎週1回は会うさ。その週一で一応おっぱい見てるってこと。はい、でも、まあ、多分絶対当たらないと思いますよ。うん、だって見た目とかのあれで全然性格と関係ないですもんね。違うもん ね、まあ、ね、だって、うん、全然関係ないと思いますよ。どんな気持ちなの。どんな気持ち、どんな気持ち、当てられた気持ち、おっぱい持ってる気持ち。あ、言ってたね、そういえば、うん、それをちゃんと分かってほしいなと。これさ、多分言ったと思うんだけど、うんうん、私ちっちゃい時おっぱいが欲しかったわけ。欲しかった、欲しかった。腰あたりに。違う、普通にある。きびだんごみたいに言うの。正常な。よく分かったね。嬉しいんだけど。ラジオでよく分かったねって言って嬉しがるのやめて。いや、今ひとみさんの話だから。そうそうそう、ひとみ。もうお腰につけたって。よく気づいたね、すごいね。待って、こういう分析ラジオでいらんでしょ。このさ、自己、ただの自己満ラジオになってるから。気づけなかった、私が悔しかったもん今。何個欲しかった。え、2個だよ。個数じゃないから。ちっちゃい頃でいくつぐらいの。いくつだろう、もう幼稚園、小学校1年の時には、なんかやっぱりおっぱいってほら、女性、大人の女性、うんうん、かなんか憧れてたわけ、はいはい、その時から。なんかちょっと混ぜてたんだろうね、うん、まあまあ、まあ、いつか欲しいなって思ってたら、うん、いつの間にかね、出来上がった。あれ、膨れとるみたいな。おっぱいを見て、はっ、おっぱいできた、おっぱいあると思って。へー、自分の中に。はっ、うわーって。あれって迷信？もんだら大きくなるっていうのはあれ本当？あれ嘘でしょ。あ、でもさ、あのマッサージしたら形良くなるよ。揉むんじゃなくて。形良くなるんだ。うん、良くなると思う、多分。でもブラがあるから別に形は、だってブラとかでなんでしょ、うん、強制で。違うんだ。へぇ、こんなの仕事にしたいよね。は？どういうこと？別に嫌な意味はないよ。そういうエロさとかはなくて、うん、ちゃんと女性に綺麗なおっぱいを持ってほしいなってことで、うん、サンチェスのマッサージしに行ったら、うん、おっぱい超綺麗になるよって口コミで広がって、うん、おっぱいマッサージ屋さんみたいな、うん、やましいね。めっちゃやましい気持ちしか感じないね。俺は決してやましい気持ちじゃないよ、うん、言い訳だね本当に。怪しい手口ね。俺大きいおっぱい苦手って言ったじゃん。あ、言ってたね。あ、じゃあ、おっぱいおこと、大きいおっぱいお断りですか。お断りです。マッサージお断りです。ブラで矯正してください。そっか、行かないわじゃあ。じゃあ行かんのじゃあ。確かに。じゃなくてもう全然なんか話飛んだな。でも男だから、うん、女の人途中から膨れるんでしょ。男ってだって生まれつきあるから、うん、例えばの話、うん、ね、うん、変化が分からないですよね。確かに、まあ、変化してるんだろうけど、うんうん、もう生えたタイミングぐらいじゃないですか、明確に覚えてるの、はいはい、あってね、うんうん、ぐらいで。別にサイズが大きくなってる、成長してないと分かんないですよね。分かんないね。そうなんだ、うん、へー、そうそうそう、分からないんじゃないかな。そうなんだ。そうそう、男性は女性の底見るさ、うん、なんか女性はないの、その、あ、ここいいなとか。あ、男性の、男性の、あー、その部分的なところで言えばどこなの。あるよ、でもまあ好みにもよるとは思うんですけど、うんうん、私の場合は腕とか手とか。腕手なんだ。背中、背中いっぱいあるな。基本的に、あ、ちょ、全身だな。全身見るんだ。全身見るな。男よりちょっとやばくないですか。バランス見ちゃうな。バランス見るんだ。で、脱いだ時は胸板があるといいなっていう思うけど、うん、なんかその人参切れるぐらい胸板あった方がいい。どういうこと。しりしり期間それ。まあまあの男あるけど、しりしり期間。人参切れるぐらいは大体沖縄の人しか分からんね、しりしり切って。逆にあったら切りづらいけど、人参は。やりやすいかもしれんよ。やりやすいか。胸板がいいでしょ。よかったんだよ、なんか腕とか手で、うん、そのね、下のチンとか見てたら、うん、いや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 、なんか女性ってそういう武器があるさ。もうここをなんか引きつけるものがあるでしょ、うん、はいはい、うん、でもなんか男性ってなんかね、うん、なんか違うじゃん。
いや真っ先に見れないでしょ。しかもそんな服着た状態でわかんないじゃん。すげえ高眼でけえな。わかんないでしょ。そんな見ないよな。見ないでしょ。俺男でもそんな見ないですけど、ね、男で相手の同性の俺見ないな。冷静に思うけど。たまにピッチピチの入ってる時は。なんかちょっと目がいっちゃうときはあるけど、ね、面と向かって見なくないですか、うん、チラッとあっちが目線そらしてるっていうか、うん、偶然もね偶然にこう見てるふりとかするかもしれないけど、意外なら男みたいにあからさまに見たりはあんまりない気がする。なんかあからさまって言い方ちょっと俺気に食わないな。男の人結構見るじゃん。見るよ、だってあるんだろ、うん、それは見るでしょ。まあね、顔の近くにあるから、ね、しょうがないでしょ。そうね、なんかもう目おっぱい目おっぱいおっぱい目みたいな感じ。そんな見る？だからそれはバレてるよ。バレてもいいんだよ、だって。あ、本当にバレるぐらい着手する人いるよね。本当に第三の目が欲しいぐらい。そのおっぱいだけを見る目が欲しい俺は。うん、いやバレてるバレてる。イルサイルササンチェスさん、バレてるよ T シャツに。めっちゃ目合ってるってば。これね、だからこの話してるのコメント少ないのよ。みんなまた急に、だから本当に何だよね、お下品な話して。いや夏の思い出ですね。そうそう、まあまあ、だから瞳も結局まあいい胸板がいいってことです。男性はね、あ、背中とか腕とかね、うんうん、指先がいいっていうことですよ。鍛えます、鍛えます。鍛えますよ。あ、メールいっぱいあるんですよね。そうなんです、星星ボイ、このマークついてるやつは全部読んでない。だから先週読んでないんだよね。読んでないです。読まないでよく1時間おっぱいの話できたよね。だっておっぱいのメール来てないもん絶対。すごいよね。おっぱいのメールは多分来てなかった。来てないよね。来てなかったかな。来てないの。もうよ、ちょっと夢中になりすぎてさ、私後半まで、うん、来てないわさすがに。あの後半聞いてもまだおっぱいの話してると思って。そりゃそうで、おっぱいの回なんだから、うん、笑ったのあれ。しかもなんか真面目にトヨタに、トヨタさんどうですかとか言ってるさ。これは本当に考えた方がいいと思う、うん、いや、やらないし。そうね、おっぱいを開けて乗るってわけじゃないでしょ。おっぱい開けて乗るよ。あの肉まんが走ってるみたいなことじゃないでしょ。そうそのなんかどういうこと。まさにそれ。大変もおっぱいなんだよね。例えば A タイプ、B タイプ、C タイプ、D タイプとか、はい、カップ数によって。でも貧乳だったらちょっと安全性がやばくないですか。あの貧乳だったらあのスポーツタイプだわけ。あ、小回りが効くタイプ。風を切るタイプ。開けるの。開ける。おっぱい開けるの。おっぱい開けてる。もうそれはおっぱいかわからないけどね。むにゅん。上に向いてたら。おっぱい上に向く式だったら。基本的に乳首はちょっと上向きだよ。アンテナだから。ああ。ラジオだから、ね。うん。大事だから。短くない？大丈夫？短くはないでしょ。長い人もいるからね。あ、メール行きましょうか。うん、そうです。そうね。何なのこの話、さっきから。やっぱり前半おっぱいの話だった。はい、行きます。はい。これは私読んでいいの？俺やりますか、うん、お願いします。ラジオネームビンゴさん、ありがとうます。パッパー。今週はひとみんがいますが、先週はなんで、あ、まあこれはいいや。はい、先週といえば、うん、ギノワンの曲が開局記念日だったから、うん、ということで夏の夏だいぶ飛ばしたね。これは読まなくていいでしょ。夏は出会いもたくさんありますが、僕の紹介で知り合い同士が初顔合わせをしたとのある種の夏の思いになっております、うん、あ、またこれクロスオーバーのやつ前も言ってたな。読んだっけ。いや、同じ内容を先週もその前も送ってたの、そういえば。あ、もう結構雑に読んでるけど。ビンゴさんいいんじゃない。扱いがどんどん雑になってくね。だってこれもう先週と同じ内容よ。いや、ま、クロスオーバーはね、うん、毎週言ってる気がする。そう、できないよ多分。できないよ、他局だから。だそうです、残念です。多分わかんない、だって、せめてさ、今日姉妹曲だったらわかんのよ、うん、小座とか。はいはい。なんで同じ市内にあるライバルでやるおかしいでしょ。いや、仲良くしましょうよってことな。そう、ニーズが分からんもん。だって同じ気の悪の人がなんで別の曲で同じ内容聞くって、分けてる意味が分からん。ちょっとこんがらがりそうではあるよね。そうそう、スポンサー大変よ。はい、続きまして、リップネームひとみん恋するゴーゴーカイさんからありがとうます。パッパー。どうも、ひとみん、サンチェスさん、高見さん、ハイサーイ。ハイサーイ。そして高見さん、1週間遅れましたが誕生日おめでとうございます。これは先週かな、うん、9日に来たやつ、はい、それと舞台帰宅部に出演したひとみん、最後までお疲れ様でした。 ありがとうございます。久々に舞台を見に行きたかったんですが、舞台公演と同じ日にまさかの久米島祭りが2日間行われたため、やむなく断念せざるを思いませんでした、ということですね。いやいやいや、全然いいですよ。本当にお気軽に見に来てください。さて、今月のテーマ夏の思い出ですが、今年6月と7月末に行った、東京と大阪、何これ、遠征が最高の思い出になりました。
というのも6月は沖縄のアーティストグリーンノートコースターさんや、うんうん、アンディさん、ボイクエーションさんなどが集まり東京の代々木公園でライブを盛り上げていました。そうなんだ、すごい。そして何あ、気持ちこもってたよちゃんとごめんごめん、どうぞ普段興味あるからもね素が出た、いい、普段こんなんだからさ、すいません、はい、うん、そして7月にもあれ大阪で行われたシンガーソングライターの佐野ひとみさん、あーケインさんがいつもね言ってますね、バースデーワンマンライブを楽しみ、久米島の自家栽培で育てたマンゴーを関西のひとみ、なるほどね、朝のひとみさんに直接届けてきましたと。へー、その後深夜の高速バスで東京へ移動し、新宿でも沖縄のイベントで民謡歌手島みずきさんに会えたり、うん、模型雑誌のイベントに初参加したりと、旅行予算ギリギリの範囲で思う存分満喫してきました。もしかしたら今回のような貴重な弾丸旅行は今後ないと思ってますので、次の機会も行けたらいいな。その時は一人旅じゃなくてせめて二人以上で旅行を楽しみたい今日この頃です。ではではまたメールしますということで、日記並みに長いメールが来ました。あーでも夏良い子の旅行行きたかったな。夏な、いや夏のこの暑い、うん、いい季節に旅行行きたかったな。あーそうだね、なんかいいなこの時期のなんか旅行、うん、あでも地元に帰ったりとかしない。あ今週土曜日久米島帰ります。あ久米島ウークイなんで。あそっかそっか、土曜日に帰ります。ウークイでお土産、うん、あ、待ってる。何がいいですか、久米島といえばどんなフィギュアがある。なんで久米島といえば、パンプキン、おおお、さつまいも、唐辛子、うん、そう有名なの知らないでしょ。久米島、久米島なんだろう、サトウキビ。久米島は味噌クッキー、味噌クッキーがまず有名ですけど、 あと久米島の久米線があるので青森も有名です。あと車エビがめちゃくちゃ有名なんです、久米島って。うっそ、ほんとに車エビ、すごい出荷してます、久米島の。え、見たことないですか。食べたい食べたい、車エビ食べたい。エビがいいじゃん、エビ、ね、車エビ、うん、エビがいい。エビもだからね、いいですよ、美味しいですよ、食べたいね。お願いします。ちょっと弾丸なんで、もう土曜日に行って、もう日曜日に帰ってくるんですかね、うん、いや、先に予約しとったらいいじゃん。そうね、エビねいくら弾丸って言ってもね、エビぐらい買えるよね。そうね、あーもう少しで30分超えてしまいます。誰かコインを。あ、コイン、あと何コインだろう。なん、あのシュプリームさんから、あと2コインいただいてますけど、ありがとうございます。ありがとうございます、うん、あら、あありがとうございます。あ、ありがとうございます。サオロさんから、ウルトラソウハイみんなもうおっぱいのあれでテンション上がってるだけだけどねシュプリームさんもね。そうね、うん、あーあっちさんがあれ、あれひとみさん胸毛やへそ毛はどうですかって。男さ、男のそういうのってはどうなんですか。あ私ね、へそは結構全然好き。あー、うん、ダンディって感じ。そうそう、なイタリアのね、うん、人とかも、はいはい、結構ダンディですよ、ね、ジェイソン・ステイサムとかもやばいさあのウルヴァリンのあの人とか、うん、あんなの全然大丈夫。あんまりモリモリだとちょっと最初びっくりするけど、なんかつゆにつけて食べれるぐらいはいいよ。なんかそれそうめんみたいな、うん、何そうめんま伸ばしてんのそれは嫌でしょまあそれは嫌でしょ、誰でも。何でもさ、筋肉があればいいんだよ。あ、まあね、似合ってれば。わかるわかる、似合ってればってなんだ。そうね、超ガリガリで胸毛超生えてたらちょっと嫌じゃん。色白に毛生えてたらちょっとなって思うな、ね、あの、うん、そうだな。日焼けしてくれたらいいかもしれない。日焼けしたらいいんだ来たよ、やつさ、じゃあ、うん、来たよ。何の話。はい、ということで、あんまだ久米島行ってきますので、じゃあお土産買ってきますよ。お願いします。ぜひぜひお願いします、うん。忘れてなければ。そしてコインも全部たまった。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい。じゃあ続けて、はい、メール読んでいきますか。俺読みますか、うん。ラジオネームほっぺさん、ありがとうます。ほっぺ。皆さんこんばんは、先週の放送聞きました。14日なんで7日なんですね。はい、久しぶりの MC 勢ぞろいでしたね。ってことで、うん、さてテーマ夏の思い出、うん。小学生の夏休み。父ちゃんが転校しており、社会見学と題して現場に連れて行ってもらいました。あ、めっちゃ楽しそう。居酒屋とかスーパーとかいろいろ回った中で特別楽しかったのは、うん、深夜のゲームセンター。絶対楽しいし。これは何、修理点検みたいな感じですかね。点検とかじゃない。なるほどね、電気とかそういう点検とかのあれか。本来小学生は補導される時間にゲームセンターにいて遊ばせてもらってる背徳感。あ、そっか、もう営業終わってからでしょ、ですかね、多分ね。だからゲームもやり放題だったし、夢のような時間だったな。あー楽しそう。プリクラとかチャートリーダーだったんだはずね。
めっちゃお金入れてるけどね、多分普通に自腹でそれは。で、ただじゃないけどね。できないんだ、そんなの。あ、そっか、でもただでやってるかもね。チェックでしょ。チェックだから。鍵とか全部もね、鍵とか全部。そこまでやる？営業先のところで。あ、ないのかな。やったことない、まあ、働いたことないからないか。やってんだ。やってそう。だって預けないと、そこの鍵開けて何もいじくれないですもんね。最初サンプレぐらいはしないとわからんからね、うん、サンプレすんの。サンプレはする。めっちゃ遊びに来てるさ。いいなぁ。わかる。なんかさ、瀬長島だったっけ、あ、ゲーセン、うん、あるさ、あっちにちっちゃい時家族で行ったりとかする。ちょっと楽しかった。夜なんか、あ、そうね、うん、でもあれだな、なんか友達が、そう、あの昔ですけど、友達がめちゃくちゃあのほら、太鼓達人とかのドラムマニアとか、そう、めちゃくちゃうまい友達がいて、でもその時って、うん、なんかうまいのって、うん、やっぱり沖縄のあれだったからかわかんないですけど、うん、こうわーってならなくてちょっと引いてたんですよ。あ、なるね。なんでこれ、なんでこいつこんなにうまいの、気持ち悪いってことになっちゃったんですよ、うん、でも今って受け入れられるというか、そういう人も全然いい土壌ですけど、昔はやっぱりね、確かにちょっと異様な空気感が、そうそうそう、周りにこう、みんなが要はもうすごい人がいるって、こう後ろにこうギャラリーに、ね、やじ馬ができるぐらいの友達だったんですけど、それ知らなくて、うん、そうそう、で行ったついでにいたら友達と一人でやってて、うん、だからね、そういうだからイメージで昔あったから、うん、そうそう、今ね、逆に上手い方がもなんかいいもん、かっこいいですもんね。かっこいいよ ね。びっくりしたよ、今音劇ってゲームハマってんだけど、うん、昨日グシカジャスコにやりに行ったわけ、はい、で隣に中学生ぐらいのちっちゃい女の子が来よったから、うん、俺のテクニック見ろよぐらいで、俺ちょっとスピード上げてくれてたわけ。でパッて見た瞬間、エキスパートだわけ。55ぐらいで、俺のもう30ぐらい上だから。めちゃくちゃうまくてか、ね、手袋とかしてるわけ。あ、手をやっぱりいた、うん、なんかフォローするために。あ、すごい。めちゃくちゃ恥ずかしくなってきたから。やめた。やめた。パッて見たら、この画面越しの反射でお互い見てるわけさ。あ、恥ずかしいってなってから。負けず嫌いだね、その子も。恥ずかしい。あれだな、なんか昔のアーケードで向かい合わせの対戦で、ね、みたいな感じでしょうね。お金入れて俺は逃げるパターンだったね。こ、それは何、何のあれ。で相手からしたら、その戦いがいがないっていう。あ、なんか挑まれるさ、中学生とかに、うん、絶対勝てないから、その俺席離れるわけ。それ何なの。全然面白くないっていう。逆に味わしてやろうと思って。あー、一人でやる。ボコボコにやられるから、屈辱を。そう、もしこのラジオ無気力、相手無気力だから。やりましょうバトル、昨日の中学生の子。募集してます。こんなこと言ってますけどね。いいね、ほっぺさん、なんか、ね、いいね、こういう夏の思い出、お父さんとの思い出やるのっていいな。お父さんとの思い出か、うん、いっぱいあるな。なんか言えない思い出が、言えない思い出、やめとこ、やめとこ。あ、今日お父さんの誕生日だ。あ、ほんとに。おめでとう。あ、おめでとうございます。おめでとうございます。お父さんおめでとう。誕生日近いんだね。そうなんだよ、10日違いなんだよ。へぇ、絶対プレゼント要求されるから。うん、あ、そうだ、急ですけど。急に黙ったけど、どうしたの。急ですけど、いいですか。あ、なんかアッチーさんが今日花火上がってますよ、音が聞こえるけどって、見えてました、外。だからさ、さっき見たけどさ、わかんないな。わかんない、音しなかったよ。あら、上がってた。あ、機長さんが上がってたって。あ、上がってたんだ。マジか、見逃した。あ、わかんなかったな。短いんだね。うん、あ、短いんですね。結構長く なってました。サンチェさん、どうした、喋ってください。サンチェさん喋ってます。どうしたんですか。喋ってますよ。今の話聞いてました。あの、あれでしょ、あの、うん、なんてプリンの、うん、プリンの、あの千引き屋のプリンが美味しいって話でしょ、うんうん、沖縄にないわ。沖縄にないよ。全然そんな話してなかった。全然流れんけど、うん、で、ね、あの準備整いましたかね。これこっちか。ここで、あ、もうあるか、うん、1曲を届けたいと思います、はいはい、今日の曲は何ですかね。アルファ&DJ タサカのエクスタシー温泉って曲ですね。はい、あ、はい、これ、はい、ということで、じゃあこれか、もうちょっと受ける。曲流れる前にサンチェスさんのこれ今ユーストとかの声も今入ってます。入ってます、入ってます、入ってます。これ何、サンチェスさんセレクト。そう、なんか入りが面白かった。あ、これなんかいい。前準備でしょ。俺は少し時間に余裕がありそうなので、僕は一度トイレ行ってきます。あ、ありがとうございます。どんなですか、サンチェスさん。はい、今30分経ちましたけど、どう。いや、一応、まあ、覚えれそうですか。その要点要点を覚えれば一応問題ないとは思うんだけど、やっぱ今はちょっとね、キャプテン隣にいないと多分怖い。怖いね。うん、なんだろう、もう全部なんかドーンってやりたくなる、こっちのスイッチ全部。めちゃくちゃ向いてないじゃないですか。なるほどね、マルチエフェクトガールなんだね。
でツイキャスと PC とマイク1、2と MC ね。それもなんかステレオだから2個分けないといけない。そうなんだね、2個分けないといけないっていう。あ、そう、あれね、だんだん分かってきたぞ。来週からミキサーマスターになるぞ。おー、すごい。ミキサーちょっと俺なんかもしミキサーいないんだったら呼んでくださいよぐらいの。へー、うん、そんなに。まあでも、もういける日限られてるけど。そうね、こんなもんで限られてくるけど。木曜日しかできないでしょ。今度みんなミキサーやった方がいいんじゃない。そうね、こっちみんな集まって誰が誰が喋るの。そしたらみんなミキサーのこの動作を見ながら話ができるっていう。うん、誰もなんか誰もメールに集中できないよね、ミキサーうまく気になる。まあそうなんだけど、私は見れるけどね、ちょこっと。あ、そうだね。でももうやり方忘れちゃったな。どうしよう。忘れるでしょ。ああ、よくできるね。いやいや、キャプテンが今やってんだよ。そう、いや、すごい。なんか今二人羽織状態だよ。俺ここにいるだけだよ。後ろからこうやって。そうそう、後ろからピッピッてやってくれて。でもキャプテンそこに座らしたらもう。だからね。座らした。ずっと立たせて。立たせて。喋ってないけど大丈夫。時間チャタンで5分から10分ぐらい毎回花火が、10分上がってるんだ。あ、ほんと、あ、観覧したいでしょ。一瞬おうと思ったけど、観覧したいでしょ。なんかこの間からガーに騙されたり。だからさ、なんて言う、首里なんとか祭りみたいな。皆さん自撮りしてんの。写真、さっきから動画撮ってるんだけどさ、うん、動画なんだ。なんか撮れないんだ。あ、ビンゴさんからメール来てる。ちゃんとメイクしてる。毎回花火上がってます。なんで5分から10分なんだろう。何やってるの、ね、あっちさん、チャタンなんだ。家から音だけはよく聞こえます。最近建物増えてさらに見えない。あ、サウロお兄さん、犬の真似したってどういうこと。何やってんすか。サウロお兄さんが嬉しいこと言ってるよ。高見、うん、久米島で有名なのは高見。ありがとう。うん、全然知らんよ、みんな。久米島空港行ったらもうやばいはず、お出迎えとか。そんなに。いや、人いっぱいいるよ。ドタバタリップ、新番組おめでとうみたいな。高見、めっちゃおかえりってから。いやいやいや、視聴者数この人数よ。みんな人数。久米島の人口の人数どれだけあるか。56人ぐらいじゃないの。少なすぎでしょ。あと何分、あと曲何分ですか。大丈夫ですか。キャプテンいないですけど。曲あと何分なんだろう、これ。どこに載ってんだ。いやいや、それはあれに載ってるし、そのパソコンの画面に。あ、あと1分33秒です。あ、終わったね。まあ、ほとんど終わったらここピッピッてやって。あ、違うか、あ、CM か。いや、CM じゃないです。だって CM2 回しかないんだよ。もうそれあとエンディング前だけ。そうだね、ここしたら CM なんだよね。そうだね、そうですよ。やばい、なんかあれだな、遠くに行くと思う。もっと夏のこれ下げの、うん、あ、もうこれはこれ下げ、なんかあれだな、はい、なんか怖い話とかないのか。最後、ラスト3秒ぐらいでちょっと夏にぴったりな、チカチカチって。あー、怖い話、まあ、怖い話やるね、テレビでも、はい、そうです、そうです。1、2と幽霊、なんか夏で、あ、青春、あ、3、4と1みたいなことしたことありますよ。青春、こっち、こっちなんです。まあ、舞台の青春ではあるけど、これに音入れてます。あ、そういうのないな、しばらく。この昔の話だったら、夏のやったらこれ押し込んで、あ、あるよ、そのまま、あるけど、こう押せばいいんだね。はい、めっちゃ声できるの。エンター、エンターで、今の特有 BGM を流せば、はい、そのつながります。エンタースペースですか。いや、エンターで、もうエンターで、エンターだけで。舞台の打ち上げでネットの方にも音が流れて、ビジパンで行って、BGM 下げて、マイク上げる。その後、ダウンドワン行って、朝方まで。最初の頃カチカチ、カチカチやってからがいい。学生の時カチカチやってから下げるんじゃない。今もう下げて、今あ下げる、あ、下げる前にカチカチ、カチカチやって、あの青春の、カチカチエンターの下げ。もう、汗と汗にまみれた。これやべえぞ、これ。はい、じゃあ、タイミングそろそろですよ。待ってください。今夜はドタバタ、あー一緒、そりゃそうだろうね。聞いてください。はい、どうでしたか。あ、どうでしたか。どうでしたかね。ドヤ顔。カチカチしましたよ、ボタンをね。俺が支配者だぞ。カチカチするとね、うん、BGM が消えてね、うん、あのマイクが上がるんです。いらない情報だね。ラジオでだら。エコーだってかけれますよ。なんなのこの人。お望みならばね。曲流れる前のさ、サンチェスさんのあのうるせえわ。これ上げていいの。必死なんですよ、フェード上げていいの。必死なんですよね。面白かった。入ってたかな、あの声。そうね、入ってないことを祈ろう。これ顔も一緒にセットじゃないとこれ楽しめないかもしれない。そう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 。
なんかね、こうCM中じゃなくて曲中にこうせっかくね、うん、夏の思い出にこうなんか淡い話とかないかなってね話してたりしましたけど、うん、なんかあります、うん、あ、そうだね、夏の思い出、うん、まいったらね、この青春淡い思い出っていうの最近そういえばないなっていう話をしてて、高校生とかさ、うん、夏祭りであった淡い思い出とか、夏祭りか、うん、過去にサンチェスさんある？過去にそういう、うん、まあ、言ったら初々しいじゃないけど、お祭りは基本的にあの戦争だったんですよ。戦争？戦争、うん、はい、とりあえず花火を、うん、とりあえず一人あの1バッグ買ってきて、うん、あの傘を折って、はい、その先っちょにそのロケット花火を入れて、これで右と左に分かれて戦うっていう、お、っていうのをやってたから、淡いとかじゃなくて痛いんだよね、うん、もはや。危ないね。あれロケット花火が当たった時の痛み知ってる？待って待って待って、話のチョイスをそれじゃなければいいんじゃない？それ以外普通のなんかあるでしょ絶対。一応祭りは結構お金落ちてるじゃん。え、うん？だからもう花火とか見てないわけ。はい。下の花火を見てるわけ俺たちは。何、どういうこと？俺らはね、うん、500円とか1000円とか落ちてるわけたまに。もうそれだけ、あ、祭りは。なるほどね。それを取って、そうそう、警察の方に届けてあげるっていうことをしてたっていうことですよね。オン警察に、ね、オンじゃないけど、オンラジオでスターはある、オンじゃないけど。夏の思い出ないの？二人は淡いやつね。淡いやつだよ。いやでも淡いやつだよ。いやわかんない、なんかこの離島でそういうなんか中学の時とかですけど、やっぱり行く場所行く場所のスポットでやっぱカップルが被るっていうか、そこに行ったらそっちの先着でそのカップルがいてとかありがちなんですよ。行くとこが限られてるから、じゃあここのじゃあビリヤードしようかってやっぱね、数軒しかないから、あーまたいるなーとか、ビーチにいるなーとか、ここの見晴らしいところもやっぱいるなーとか、やっぱあるから、やっぱり本当はいいですよね。あんまやっぱりかぶりそこまでないっていうか、人もいっぱいいるから紛れるじゃないですか、うん、かぶってもやっぱり気づかないとかあるじゃないですか、ちょっと距離を置けばね。そうそうそう、だからやっぱりいいですよね、本当っていうか、このやっぱ沖縄本当恵まれてるな、行く場所もいっぱいあってと思いますね、うん、あ、そうそうそう、景色も綺麗なところ。あっち行かんかった？なんか浜比嘉の、浜比嘉ってあんまり街灯ないじゃん。あ、はい、浜比嘉島ね、うん、はいはい、だからめっちゃ星が綺麗に見えるわけ。いいですね。デートしに行くときにここにバーって浜比嘉に行って、うん、全部車のライト消して、うん、星を見ながら愛を語るっていう。あ、そういうのやってみたい。めっちゃいい。愛を語るって何なんですか？愛を語るっていうの何？あ、なんか星空綺麗だね、うん、カレーパンみたい、カレーパンみたいな、広げるなそこっていう。そこ広げるとこだったわけ。カレーパンに見えるのかな。辛いな、甘いじゃなくて。辛いでしょ。カレーパンだから辛いね。丸ければ何でもいいじゃん。じゃん、淡い話したい。淡い話淡い話ないの？なんか、まあ、高校か、高校の時、まあお祭りでね告白されたことはあるんだけど。おー、いいじゃないですか、うん、何それ。いいいい、初彼氏。おお、そうそう、その時私携帯持ってなかったから、うん、まあ、言ったら工業だからさ、私女子クラスで、うん、他男子はもう他のクラスなんだけど、なんかその中の、まあ、言ったら男子クラスと仲のいい子がさ、はい、なんかその人が仲介になって、なんかあの人がこのなんていうの、文通したいらしいんだけどって来て。文通？そう、私携帯持ってないからさ。あ、そうなんだ。そう、そう、最初はアドレス交換しようだったらしいんだけど。アドレス交換ってもうないよね。もう懐かしいよ ね、 ね、懐かしいね。後ろの黒板にさ、うん、アドレス書いたりとかしなかった？え、なかった。え、しなかった。そんなのあるんだ。多分ね、まあ、女子たちのアピールじゃない、うんうん、メルトモだろうみたいな感じで、メルトモ募集中って書いたりとか。そんなのある？いたいたいた、いっぱいいたよ。超いいやし、それすごい。それちょっとイケイケなところに私は行けなかったんだけど、うん、だ携帯持ってないから断念するかと思いきや、その後、あ、じゃあ手紙でもいいからって2回目来て、うん、へー、あ、2回目、そっか、じゃあやるってやって、何回かやり取りしてたら、でお祭り行きましょうって言って、うん、手だこ祭りですよ、グラスの、はいはいはい、私の地元の。すごい淡い話じゃないですか。もう入り口から。そう、それで、それで、ね、行きまして、はい、まあ浴衣を着てね、うん、行きまして、で、まあ花火の時間になって、うん、終盤に差し掛かった時に、差し掛かった時に告白をされて、バン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 って、そうそうそう、バン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 、耳元でさ、耳元で、耳元でね、あのさーみたいな感じ、うん、
今日ノブラずっとずっと好きでしたっていう。これ行った後2人とも何終わるまでちょっと花火 見るのじゃ。見てるのよ見てるのよ。聞いた後にまだ花火は終わってないですよね。終わってない終わってない。で終わった後に返事をするみたいなタイミングだったわけ、うん、まあそうよね。そうそのタイミングはねだったんだけど、うん、私がさ渋ってしまって、うん、それそういう気持ちじゃなくてじゃなくて恥ずかしくて。いや初めてだったから、うん、人とお付き合いするっていうのが、うんはいはい、しかも告白されるのが初めてだったし、うん、あお付き合いしましょうってなんかずっと私はもう自分から行くタイプだったわけ、うんうん、だけど全部負けてきたから、うん、もう自分から行くのをやめようって思ってたのに今度は逆にね、はいはい、告白されるようになったから、うん、え実際じゃあ付き合いましょうって言われてはいっていうの怖いってな怖いっていうか、うん、未知の世界じゃん。まあね、まあまあまあ、まさかの展開だから。そうまだこの人のことそんなにまだ知れてないって思っちゃって、うん、だからごめんもうちょっと考えたいって言っちゃったわけさ、うん、まあ素直な気持ちを言っちゃったそうそうもうちょっと知りたいと。まあまあでもそれはね、うん、別に悪いことじゃないですよねこんな人言われたらよ俺一番わかるこのいつまでって期限を作ってほしいわけ。あ明日答え出すねとか言われたら、うん、よし24時間待とうってなるけど、うんちょっと待ってとか言われたら、うん、じゃあ俺いつまで待てばいいわ。そうだよね、なるんだろうね。でもなんか待ってっていうのは、うんうん、ちょっともうちょっと知りたいっていうプラスのもあれば、うん、やっぱり大体もう振るパターンの一つもあるじゃないですか、うんはいはい、今は行ったらあれだから、うん、行ったらその後が気まずいからっていうパターンもあるじゃないですか、うんはいはい、だからもう、うん、もう何回も告白してる人とかって、うん、もう分かるじゃないですか、うん、あこれもダメなパターンだなって言ってるなってもうね、うんうん、そうそうだからね苦しいですよね期間分からないとね。いつもね分からないけどわずかな望みにかけて一応待つじゃないですかね。その間何もできないですし ね連絡もやりづらやれづらいしね。もっとお互いのこと知ってからって言うんだったらじゃあ戸籍謄本持っていくよ。怖いからこれ見て俺のこと分かってくれよ怖いから家族構成なんでこれだろ分かってほしいのそういう人嫌だな。だってもっと分かってほしいって言うんだのに何を知るかって話だなんで自分の内面じゃなくて親上を見るの上の親家族構成とかも大事だからね。でも私はもうなしの場合だったらちゃんと言うけどね。あのないんだったらもうそもそも行かないから。そうだよね、うん、そうそうそうだからこそ悩んでね期間が あってほしいよね。だから何の動きしてんの、うん、それ何分からんけど分かるけどこれがもうねその時はもう一応まあシュンってなってたけどね、うん、でも別にあの嫌いっていう好きなもちろん好きだよ、うんうん、気になってるし一緒にいるの楽しいから帰りも一緒に歩いて帰ったし、その後も文通続けて何日かしてあの OK を出してお付き合いをして、うん、そうそうお付き合いをして。辛かっただろうなその何日間。言われたね後から。あの時本当はあの計画をしてたって、うん、おー花火終わって OK よっしゃーで手をつないでキスして帰るっていうプランがあったんで。あーまあまあその、まあ、男なりにねこの男すごいなキスして帰るって。じゃあそれは頭の中でもみんなあるじゃないですか多分行動に移さない別にしてね。そうやっぱりトントン拍子に行くっていうのはあるんじゃないですか、うん、俺手つないだだけでも興奮ものだって俺、うん、そうだろうね。手つないだだけでうん本当に手つないだだけでギンギンだったよなんで淡いのよ淡いのこの話は淡い話、ね、あなたの話で全部食わないで今までの流れの話をほんですみません。ギンギンでなんか潰さないそのギンギンの棒でその話でもさあの FM ギノワン許してくれるから言うけど、うん、いたそういう人いたいるんだよ本当。男はこんななんだよ本当ね。わからないからねしょうがないと思うそれは。わからない本当に思春期だからね思春期だから、うん、恥ずかしかったけどね一緒に歩くのこれ以上あなたの話も知識いらない俺は今思春期ひとみんの話で頭をいっぱいにしたいねごめんねごめんね、うん、もう突っ込めないからこっちは突っ込めないからか当時はわかる。でも女の人はタイミング大事ですよね。俺の友達も失敗したやつがいて、うん、でもその女の子もすごい好きだったんですよ、うん、相思相愛だったんですけど、うん、その女の人が一緒に祭り行ったんですよ、うん、でもその友達は今じゃないと思って言わなかったんですよ。でも女の人は今だと思って言ってほしかったのに言わなくて、で何日か経ってそのとこ行ったんですけど結局、うん、あの時に言ってほしかったって言って別れ、あの結局実らなかったっていうのがあるんですよ。女の人は結構その辺シビアだよね。そうそれがなんかもう、まあ、男も悪いですけど、うん、だって言ってるのにそのタイミングでじゃ言わなかったいつ言うのっていうタイミングでしょうけど、うん、そう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 いうのもあるから分かんないなって思ってね、うんあっちーさんから残念 OK してキスしたのかなと思ったって、うん、だってもうずっとだけキスしましたって聞いてるのよ。ずっと聞いてるキスしたのキスしたの残念でした。流れよくはねなかなかいかないですけど、うん、でもちゃんとねお付き合いして。あでも俺はなんか
すごいホッとしましたね。やっぱりちゃんと瞳は考える人なんだな。するよするよ。そうそうそう。そうですよ。1年半ぐらい付き合ったかな。いいね。あ、こういう話するの初めてですか、メディアで。メディアで。そうでもないんじゃない。結構ラジオで喋ってる気がするけど。よかったよかった。でも初めて聞きませんでした、こういう話、ね、確かにね、初めてちゃんとやって話したかも、うん、あー、まあ、テーマがね、月1ってことでゆっくり喋れるのもあるけど、うんうんうん、そうそう、うん、あ、スプリムさんから。その失敗のは自分友達ですね。あ、本人ではない。あ、俺のではない。本人ではないんだ。友達で。でもそういうことありますよね。サンジさんないですか。何何。要は、うん、なんかタイミング悪くて、うん、要は例えばなんか若い時ってタイミングが、要はこっちは大丈夫と思っても、あっちは要はさっきみたいに全然知らないからちょっと待ってっていうか、うん、全然そういう気持ちになってないっていうパターンってタイミングありますよね。分からなくて、男もやっぱり経験がね必要だから、うん、なんか全然ありますよ。女の子に告ったんだけど待ってって言われて、俺待ちきれずその子のお姉ちゃんに告白した。なんでだよ。なんでおかしいし。そしたらその兄弟で俺の話も食うな。告白されたけどみたいな。俺の話食ったな。タイミングはちょっとね、うん、難しいんだよ。ちょっと待って。サウロ兄さんからさ、言わないよりは言った方がいいよってコメント来てるんですけど、え、これさ本当に思う、わかる。うん。あのね、いい思い出になりますよね。行って振られたことも、うん、周りにバレることも全てに覚えて、結果的にそうやった人の方がやっぱ得してますよ、うん、いいと思う。わかる。俺もネタにされてるもん。友達にすごい俺喜怒哀楽っていうか、周りにバレるタイプで、うん、バレそう。そうバレそう。ネタになるもんで、俺は全然ネタにしてもいい派だったんで、うん、あ、その時はダメですよ。その時はさすが無理ですけど、今なんてもう10年以上経ったらいいじゃん。全然ね、うん、あ、もう全然いいですよ。もういたずらしていいですもん。本当だよ。いや、それいたずらっていうか、はい、CM 行きます。 CM まだね。おー、こんな時間になってる。そうそう、待っとけよ。はい、何、姉ちゃん、何姉ちゃんに言って、待つよ、姉ちゃんに告白って意味が分からんのか。あ、ちょっと待っとけよ、話しといていいよ。あ、ジングル言ってからしてもね。サンテさんの気持ち。BGM が流れたね。そうか。あ、消えた。あ、喋ってていいよ。全然喋ってていいよ。意味が分からん。あ、流れた。CM 行くから。ドタバタリップ。よっしゃー。どうだろうか。じゃあ次のジングル。いや本当に最後の話なんなの、俺意味が分からん。どういうこと。めっちゃ告白してるの、待てないから泣いてる。どういうこと。やるのか。結構間が空いてたから、うん、なんかこいつもうダメやしと思って、うん、姉ちゃんも好きだったから俺。は、姉ちゃんに告ったら、いやちょっと待ってねって言われて、姉ちゃん言うでしょ妹に。あれ、姉ちゃんもダメやしと思ったら、君はあんた妹行ったでしょって言われて、そりゃそうだろ、行ったけど待ってって言われたから、お前に来たんだよって言って、いやおかしいでしょ、あんた妹付き合うんじゃないのって言われて、どっちが好きなのって、二人好きみたいな。俺の理想は別に三人で付き合ってもよかったわけ、俺は。いや嫌だったって、それが嫌だったって、あっちが嫌だ。サンチェスさん受けるって。あ、おすず来てる、ありがとう。おすず、昨日は今日かも朝までお邪魔しました。 あ、これで入ってるんだ、ね、3人の距離、ね、まあ。ジングルあれやばいわ、サンチェスさん、本当に恥ずいだよね。何言ってるの、このマジで。あの、いや、普通に周りにこんな人いたら、同じ反応すると思う、お姉ちゃんと。いや、意味が、いや、俺でも同じ反応します。ね、するよね。意味がバイキルンですよ。どうするのってなるよね。あの、チケったらお姉ちゃんやばいでしょ。これ、お姉ちゃん、本当にやばいなんですよ、エンディングの。あっちさん、女友達が親友に電話で好きですって告白したのに、男が入って終わった。ん？ん？ジングル行くぞ。オッケーってこと？入って終わった。あ、オッケーってことか。その後、隣で女の子が泣いてた。お前に濁していいんですか。あ、入ってんの。成功して泣いてたってこと。あ、これそれメール来てんだよ。あ、来てる。あの、番組名ドタさんにお問い合わせ内容が来てる。来てる、おっぱいいっぱい見たい揉みたい、うん、以上です。え、誰ですか。エロボーイさん。え、エロボーイさんから来てる。エロボーイさん、これみんなの気持ちですよね、これ。いっぱい見たいし揉みたいのはもうみんなの思いなんです。儚い思いなんです、それは。あ、告知あります。あら、うん、時間あるかな。もうない。ありますよ、あと56分。うそ、ん、はい、じゃあラスト CM でーす。はい、これ竹押さなくていいんですよね。でも何、電話かかってきて、あのマイクだけ、これなんか下げて、俺面と向かって言いたい派だな。で、え、あの、まあ、でも電話かかっこもあんのか、下げてここで。あ、5秒前。電話って顔見えないもんね、うん、私も会ってやりたいの。これ、これ
入ってる？入ってますね。これ入ってるよ。はい。何ですか？ジングルなんてね、途中で切らせていただきますよ、もう、もはやね。いやいや、もう、なんか息遣い聞こえるんだけど、ちょっと。それは息遣いもしますよ。エンディングして？もう終わるよ。一本半しかない。終わるもん。もう告知できるさ。はい、もうドタバタリップ終わります。今週もえ、最終回じゃないよ違った、今日の放送終わりますはい、メッセージコメントたくさんありがとうございました。今週、そうだね、来週も引き続きテーマ夏の思い出でメッセージお待ちしております。どうぞよろしくお願いします。はい、ということでちょっと一瞬告知させてください。一分あるんで、もう場所とかだけでも言ってください。はい、ただいま結構真っ只中な、今宵は殺意で眠れないシアターテンカンパニーさん主催の舞台ですね。こちらが、来月9月21日から23日まで、計5回公演で、舞台本番があります。場所が、那覇市あさとにあります3階の方ですね。何これ、建物名書いてないそうでしょごめん、もうごめん、しゃべりにあります。一応あの境町流房の近くですね。そこで、ありますので、ぜひチケット一般、2500円、高校生以下2000円、当日料金が両日ともに、あ、両方ともに500円増しとなります下手か、チケット受付してますので、ぜひ私までよろしくお願いします。はい、じゃあ閉めます。あれ、はい、終わりましょう。お届けしたのはひとみんと高見と三鉄キャプテンでした。はい、ではまた来週お会いしましょう。バーイ、はい、チュー。お疲れ様でした。これ戻すんですね、最後、はい、そうじゃないと、あの、トーク、はい、ツイキャスの方の方にもありがとうございました。あったー、あー、なんか告知うまくいくときといかないときがあるね波があるこれもそのままでいいんですか。はい、大丈夫。いらっしゃいますよ。あ、待って、ありがとうございました。大丈夫かな、間に合ってる。また来週また教えてください、はい、多分続けていけばそうですね、どうにか。